朝のミニドラマ、お客様と店長のロマンチックモーニング、第220番。店長さん、おはよう。今日5月23日は語呂合わせで恋文の日ね。お客様、おはようございます。ロマンティックでございますね。ところで店長さんはオットー・リリエンタールはご存知かしら？おっと、知らないというのね。あの有名なオットー・リリエンタールも知らずにお店を経営しているなんて、おっとびっくりよ。お客様、いや、あの、その方は教えてあげるわ。オットー・リリエンタールは初期航空工学発展に貢献した偉大な人物よ。はあ、いや、その方とお店の経営は何か関係があるんですか？おっと、いい質問ね。関係ないわ。ないんですね。ちなみに、オットー・リリエンタールは自作のグライダーで2000回以上も空を飛んだのよ。それは大きな評判になったことでしょう。パンピーパンピー、その通りよ。あのライト兄弟にも影響を与えたんだから。おお、分かってないわね。そこはおっとーって驚きなさいよ。それ言いたかっただけですよね。っていうか、今日はその方の誕生日ですか？パンピーパンピーパパンピー、正解、大正解。オットー・リリエンタールは1848年5月23日生まれの双子座よ。じゃねー。あら、お客様どちらへ？今日は恋文の日だから、はがきを買いに行くの。はがきではなくて便箋になさった方が。分かってないわね。NBC ラジオのプレゼントに応募するためのはがきなんだから別にいいのよ。じゃねー。いや、それ恋文の人関係ないのでは。最後の大事なところで噛んでしまった。恋文の日に言いにくいですね。まあ、生ってのは仕方ないですよね。ああ、そうですか。仕方ない。そしてやり直さないというのがこの番組の方針です。やり直さない。あ、そうですね、大体そうでございます。足さない、引かない、やり直さない、ね。はい、まんまでございます。まんま、はい。というわけで、それでは皆様、明日も朝から。